弟が一人いて、母親は日本人で父親は在日の韓国人です。卑怯なことはしない、卑怯な嘘はつかないっていうことが一つと、強い者は弱い者を守らなきゃいけない。もう金を稼ぐことばっかり考えてて、自殺未遂を繰り返したんですね。私はその後一応高校の受験受けたんですけど、でも行かなくて、で結局私が選んだ道っていうのはネイルの専門学校で、ネイルの専門学校ってものは当時本当にね、ネイルサロンなんてまだない時期ですから、あの学校自体もそんなに普及してなかったんですけど、とある日学校に行ったら学校がね消えてました、つまり多分これ詐欺学校だったんですよね。お金がない中ね、当時まあ専門学校としては安い方だと思うんですけど、40万円っていう大きなお金を出してくれて、ここからお母さんにちゃんとしっかりしていく姿を見せようっていう中で、学校が消えたなんて私とてもじゃないけど言えなくて、しばらく学校に行ってるふりをしているリストラされたサラリーマンみたいなことをしてたんですが、で、まあ、考えた末思いついたのが自宅でネイルサロンを開く。で当時私ギャルサーとかをやってたんで、あのホームページ、今でいう SNS みたいなもの、なんかそこでお客さんを呼び込んで自宅でネイルサロン、まあ、格安でやりますよみたいな感じでやり始めたんですけど、駅から自宅までチャリンコで送迎付きみたいな、後ろに座布団巻いてお客さんをチャリで二血させて家まで連れてくるというね、まあ、父の姿から学んだというか、型破りな私流儀で始めたネイルサロンなんですけど、まあやっぱりこう費用対効果が合わないわけですよ。利益がない。アルバイトもしてみたんですけど、アルバイトはまあ本当にことごとく続かなかったですね。セクハラした店長とっちめてクビになったりとか、もうココスでね3日間働いてあらゆるものをひっくり返して3日でクビになるとか、何したらいいんだろうなと思ってた時に、ちょうど18歳くらいになって水商売を始めたんですね。京都に当時いたんで、最初は木屋町っていう東京でいうところの渋谷みたいなところなのかな、そこでキャバクラで働き出したんですけど、キャバクラは私にあんまり合ってなかったんですね。で割と早い段階で祇園のクラブに移ってクラブ嬢になったんですけど、そのホステスという経験が結構私には大きく、礼儀作法だったりとか、サラリーマンと違いますから、いわば個人事業主で店舗を借りて、そこでこう自分でプロデュース、自分のことを自分でプロデュースしながら自分という商品を売っていくっていう、まあ、これってまあ今にも生きてるのかなってちょっと思うんですけど、当時は別にこんなことをしようと思ってたわけじゃなく、ただただやってたんですが、面白かったんですよ。とにかくあの金を稼ぐのが、っていうのも何でも現金になる、頑張れば頑張るだけで、その成果報酬っていうのがすごい楽しくて、私がやりたかったことこれだみたいな、一時期は本当に金の亡者みたいになりまして、もう金を稼ぐことばっかり考えてて、でナンバーワンになりたい、でナンバーワンになるのは18歳のうちに達成した、じゃあ次何やりたい、ゆくゆくはこれって一生ね、あのプレイヤーとしてはやっていけないよねって、年齢もあるからって考えた時に、経営の方、運営の方に携わりたいと思って、19歳でチーママとして、ちょっと管理職みたいな立場で働き出しました。だから今もこれたまたまですけど、女の子をまとめたりメンタルケアしたり、ある一定のところ行くと、お金だけじゃ面白くないっていうよりも、私心がめちゃくちゃ貧乏になってることに気づいたんですよ。お金でしか人のことを見てないし、やっぱ向こうもそういう人しか寄ってこないですよね、自分がそんなんだと。だから友達も気づいたらあんまりいなくなっちゃってて、あ、そうじゃなくてプロとしてやっぱどれだけお客さんを喜ばせれるホステスになれるんだろうとか、ね、いろんなことを考えるようになって、金の亡者ではなくなったんですね。まあ、そこからは本当にどうすればうまいことお客様にも満足していただいてお金も稼げるかとか、そういうことを考えながらホステスをするようになり、で私16歳っていうのは初めて大恋愛した時でもあるんですね。
ここが一番過去最長付き合った彼氏、4年間付き合ってた彼氏がいるんですけど、なんかそういう大恋愛や大失恋もこの16歳から22歳の間で経験し、クソ最低な一番最悪な恋愛も19歳の時に、まあ、そんな中水商売じゃないものをしたいなって思うようになったんですよ。思いついたのがオーガナイザーみたいなことを職にしたいって思うようになったんですよ。っていうのもそれはちょっとギャルサーからのヒントを得て、人を集めてチケットを売って集客をして、うん、イベントの企画制作をして利益にしていく、会社を作ろうっていうので、まずは会社を作らずにサークルを作ったんですよ。そのパーティー用のやり始めたらあっという間に数百人集まって、これはイベントしようすぐにってなったんですよ。友達に協力をしてもらってて、で自分で友達にプレゼンして、こういうことやってゆくゆくはこういうふうにしようと思う、だから一緒にやらないっていう声をかけて、本当に親友クラスの友達たちと始めたんですけど、チーママとして女の子たちに指示を出すっていうのと友達に指示を出すっていうのは結構私の中では差があって、本当は友達なのになんか命令してる気分になっちゃったんですよ。で私が回さないともちろんイベント回らないんですけど、あなたはこれやってね、あなたはこれやってねっていうのができなくて、ゆくゆくはキャパオーバーするんですけど、頭ではもうイベントの日とか決まってるからいついつまでにこれやらなきゃ間に合わないっていう、この時間が迫ってくる感覚でも友達には指示ができないっていう、できないって分かった時点で私はもう死んで償うとか死んで逃げるしかないっていう思考回路になってしまって、自殺未遂を繰り返したんですね。これは本当に今思い返すと自分じゃないっていう感覚、とにかく逃げなきゃいけないというマインドがもう頭を埋め尽くしてて抜け出せず、オーバードーズを繰り返したんですけど、そうね、なんか自殺を繰り返している環境下に家族とか友達とかがいたから、何回も何回も助かっちゃってて、でまあ助かっちゃっててっていう言い方もおかしいですけど、最終的には私もう誰も私のことを分からない状況下で自殺を図るしかないと思って、ビジネスホテル泊まって遺書を書いて、そこで、ね、オーバードーズをして確実に死ねるようにと思ってビニール袋を頭からかぶってそのまま寝たんですけど、運が良かったのか何なのかフロントにフラフラ歩いて出てたようで、そこでぶっ倒れてフロントの係の人が気づいてくれて救急車を呼んでくれて、そこからねちょっとあの部屋に警察が入るわけですよ。で警察が入るとやっぱ大量のね睡眠薬だったりとかいろんな薬が出てくるわけですから、これを本当に服用しているんであれば今立って歩いて喋ってるはずがないって言われて、まあ、ちょっと違う薬物やってんじゃねえかって言ってすごい疑われて警察署に連れてかれるんですね。であのいろんな検査を受けて、でまあその間に私なんかミニスカート履いてたんで、なんかお母さんがスウェットを持ってきてくれて、そのスウェットに女の警察官が履き替えさせようとしてくれた瞬間、スカートを下ろした瞬間にパンツ一丁で走り回り出したらしくて、まあ、そんな気功をしている娘の姿を見て、もう母親からしたらどんな気持ちだったのか、本当にすごい嫌な思いさせたなと思うんですけど、警察の方が結局その後はあの違法な薬物とかは何も検出されませんでしたっていうことで、うちのお母さんにあの精神科へ入院することを勧めてくれて、でうちの母親はそこで強制入院をあの決意してくれて私を病院に送ってくれたんですけど、ね、立って歩いてたって聞いたんですけど私そこ全く記憶なくて、でめちゃくちゃ暴れたらしいんですよ。だから薬はもう抜けてるかもしくは吐き出してるっていうふうに先生が判断したらしく、あのよく映画とかであるあの注射打って寝かしちゃうみたいなやつをやられたんですけど、どうも体に薬残ってたみたいで、だからなんか4日間くらい本当意識不明の状態になっちゃって、なんで起きたらもうベッドに縛られてて、こっち側で母親がもう手握って泣いてて、なんか葉山さん大丈夫ですかみたいな、わかりますかここ病院ですけどみたいな感じで、何起きてんだろうと思ったんですけど、私また助かっちゃったんだっていうのが一番最初に来ちゃう。
でも泣いてる母親の姿見て、で私そこでようやくこう薬が一回抜けてるわけですよね、全部だからちょっと冷静になってるんですよ。うわまたやってもうたっていう、おかんまた泣かせちゃったっていう感覚がすごい大きくて、でまあ精神科入院してて、人に相談しないんですよ、もともと性格的に。母に相談するっていうのも、もう考える余裕がなかったし、誰かにこれどうすればいいだろうっていう相談をするなんて思いつかないかった。もうとにかく死ななきゃっていう、それもなんか死にたいじゃないんですよ私の場合は。死ななきゃいけないっていう診断ちゃんと受けて、病名告げられたんですよその場で。あなたは双極性うつかなんか、ちょっと長い名前だったんでちょっと覚えてないんですけど、もう今から十何年も前の話ですから、当時ってこううつ病に対しての世間の目っていうのはまだまだ冷たいもので、私自身も笑っちゃったんですよそれ聞いた時に。いやいや私がうつ病なわけないでしょみたいな、いやうつ病じゃないって思いながら過ごしてたんですけど、今思い返せば本当にうつ病だったなと思います。じゃないとあんなマインドにまずまずならないし、あんな行動に出ない、うん、ただ私そこで学んだのは、私ってここ以上の変な頑張りとか追い詰められちゃったりすると死ぬという選択を導き出してしまったり、まあ、壊れるっていう言い方したらいいのかな、病気になる、だからうつ病になったりするんだなっていう、自分のこのボーダーラインというか境界線みたいなのは、そのうつ病になって初めて理解した。私は何でもかんでもできるって思ってたけど、そこで初めて自分にもこれ以上は無理やぞっていうのがあるんやなって気づかされて、でまあ精神科には2週間くらい入院してたんで、結構頭冷静になって、なんてことしちゃったんだろうって、その間にもうこうイベントを告知してた日を病院でまたいじゃったんですよ。だから精神科では携帯とかいじれないので誰にも連絡ができない状態のまんま、だからブッチですよね。お客さんには集まった数百人にはイベントしますって言っときながら、何にもホームページは更新されないままで、協力してくれてた友達には音信不通、だから私飛んじゃってるような状態になってて、でまあ、とにかく退院させてくれっていう事情をそれで先生に言って、早く連絡しないと、うん、謝らないといけないし、でこれがもっともっと日が経てば経つほど私また精神的に来るから退院させてくれって言ってお願いして、まあもう携帯あげたらねホームページのコメント欄、今で言うところ、そこにはもう死ねだのなんだのもうクソほど溢れ返ってて、アンチコメントが当たり前ですよね、そんなの私がいけないですから。で友達からももちろんめちゃくちゃ連絡入ってて、何やってんの、どこにいんの、何してんのみたいな、いい加減にしてよっていうのが入ってて、で私はごめん体調崩して入院しちゃってて連絡できなかったとか言ったんですけど、もう誰からも連絡は返ってこなかったですね、しばらく。どうしようかですよね、私やらかしちゃった、これどうやって巻き返そうか、でどうやってみんなと仲直りできるんだろうか、何をしたら許してもらえるんだろうか。でもちろんホームページにも大至急、すいません私がこういう事情で連絡が取れない状況になってしまいましたとか説明したんですけど、まあ、そんなのもう後の祭りでも大炎上ですよ。でそうなってる中、誰からも連絡返ってこない、誹謗中傷止まらない、私は人生取り戻すために何したらいいんだろう、ああこれもう病気だったことを証明するしかないんだなって思って、だから要は元の生活に戻ろうと思ったんですよ。でその元の生活に戻った姿をブログなりでみんなに見てもらおうと思って、アメーバブログを当時作って、その前に私ちょっとそれを考えてる間に顔面麻痺になっちゃって、で顔面麻痺って言ってもこっからこの辺まで本当に何も動かない、でここに本当一人人がずっと乗っかってるようなくらい重くて動けない、でようやくちょっと動けるようになってきた、で顔もちょっと動くようになってきたってなって、じゃあ元の生活に戻るにはっていうところで、私ホステスに戻ろうって、夜のお店に面接に行って働かせてくださいって言って、でまあブログを始めましたって、そのサークルのページは全部消して私のブログをポンって貼ったんですよ。
皆さんに許してほしいのでみたいなことを書いて、一発目の投稿はね、てめえよくブログなんかできんなみたいなコメントで大荒れしてましたけど、でもまあ半年くらい経った時くらいかな、協力してくれてた友達の中の一人が、ジュンナブログ読んでるよってメールくれたんですよ。本当に病気だったんだねって、ジュンナの性格やからそんなうつ病なんかなるっていうのが信じられなくって、なんか嘘やと思ってたみたいな、一回会って話そうって言われて、もちろん会いに行って、でも泣いて謝って、私が謝らなきゃいけないのに彼女は先に謝ってくれたんですよ。そのジュンナ本当ごめんねみたいな、支えるわけもなく音信不通で何にも連絡返さず、いや私が悪かったって言って、あんまり人の前で泣かないんですけど、その時本当泣いちゃって、でこの許されたっていう経験が私の中ではすごく大きくって、許されることで人生をやり直すチャンスというか、なんか私にはそれがものすごく救いだったし、この許されるっていうのがいかに大事なのかっていうのはそこで学び、今になってもだから人のことは一度は許すっていうのを私は自分で決めて、マイルールで必ずそういう風にしてます。でその後っていうのは、まあその子の口添えもあってだと思うんですけど、なんかこうブログを見てくれてる人たちも、あ本当に病気だったんですねって言って、だん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 こう応援してくれてる人は残ってくれてて、周りの友達も全員最終的には仲直りできて、私もごめんなさいをちゃんと伝えられて、みんなから許してもらえたっていう大きな経験をしたんですね。逆に乗り越えたって言ったらあれですけど、こう1年くらいかかってるわけですよ、全てがこう元通りになるとまで言わないんですけど、リセットされるまでに、私はこれを乗り越えられたんだから大体のことは私は乗り越えられるっていう自信にもつながったかなって思います。でその後は普通にホステスをそのまま続けて、祇園で働いてて、そんなこなしてる時に22の頃、私また大恋愛をすることになるんですけど、本当に続婚で、私からめちゃめちゃ食い気味に落としに行ったんですけど、まあすごいタイプでロマンチックで、何でしょう、私はこの人と結婚するんだってすごい思ってたんですけど、なんとですね、告白の時点でプロポーズしてくれたんですよ。だからプロポーズとまで言わないけど、結婚前提にお付き合いしましょうっていう感じで、私がなんでその人と婚約まで至ったかっていうと、私の悪いところをちゃんとこう叱って伸ばしてくれる人だったんですよ。私そこすごくリスペクトしていて、なんだろうな、私にはない冷静さがあったりとか、ちょっと対照的な人だったんですけど、でも似てるところは価値観があってっていう、彼のことすごい悩ませて、で彼がそれこそ私がその悪い部分を直せるまで付き添ってくれたことがありまして、なんかそれの経験があって婚約に至ったんですけど、携帯が1個増えてたことがあってあれってなったことがあるんですよ。で私そこ問いただしたんですよね。で携帯も見たんですけど、かなりもうグレーゾーン、果てしなく黒に近いグレーゾーンで、えこれやらかしてないみたいなことを言ったら、いや自分はやらかしてないと、浮気してません、でこうこうこうでこうですっていう説明を受けて、私は分かったって言って、あなたのこと信じるし、この話はもうするのやめようで終わったんですけど、そこから数ヶ月して逆に私が疑われたことがあったんですよ。でその疑われた時に、私ももちろんホワイトだったんで何もしてないから、いやこうこうこうだよって説明をしたんですけど、いや絶対にそうって言われた時に、私ちょっとびっくりしちゃって、いやいやって言って、やってないよって言ったんですけど、相手に連絡しろって言われたんですよ。あこの人って自分は良くても相手にはこれはダメってやるタイプの人なんだって初めてそこで知って、これはダメだと思って婚約破棄に至りました。今思うとその恋愛はすごい大好きだったからこそ上、最後の最後はがっかりだったなっていうような、なんかもうジェットコースターみたいな、こう上がり下がりがすごい恋愛だったなって思いますね。この後の私の人生にはいいように動くんですよ。だからとてもいいターニングポイントになった婚約破棄でした。